小さいベイトが見えるんで、ただメタルジグみたいな感じでね、使える。ラパラのカウントダウンエリート、ね、こんな感じでこうついタックルだけどね、メタルジグ感覚で使ったりできるんでね、便利ですよ。おお、ちっちゃいけどよく食ってくれた。危ない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 。はい、チビバス君とカウントダウンエリート、ありがとう。これがやっぱフローティングミノーとかだとね、こういう流れのあるとこで行ったり来たり行ったり来たり、ね、こういうアクションがしづらいかな。で、案外こう激流に見えてもちょっとした縁みたいなところにはね群れてたりするからね、何回もこう行ったり来たり。多分ね、まだいると思うんだよね。ちょっとカウントダウンして、ビラ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 、水中でこう吊るしみたいな、なんつうのかな、シミーフォールでビラビラって上がる、シミーフォールビラビラって上がる、これが延々できちゃう。前だとこの重さのやつをこう太い糸、青来た来た来た、太い糸を入れて軽くピッチングするっていうことができなかったから、はい、引き続きカウントダウンエリートのねフォーリングで食ってきましたけども、これ今ねやってる釣りがこういう軽いミノーを太い糸でふわーって入れてなんだよね。で、柔らかい竿だとかかんないし負けちゃうし、軽いルアーをごつい糸で太い糸でふわって入れてしゃくるっていう、ここら辺がやっぱりね新しいタックルだと、この MGL スプール3とかだとね、こんな軽いヤバークタね、ふわーってさ投げられるから、ね、タックルが最、まあ、進化したからこそできる釣りだよね。このね竿は超硬い竿で、ロデオクラフトの17ポンドクラスっていう竿ね、それでこうカウントダウンエリートね、これをこうふわーって入れて、バスのスイッチこうずっとリフトアンドフォールさせて、色
れるわけなんですけど、ここら辺はやっぱタックルがね、今の新しい、おっと、来た、あ、軽いのがフワーって投げれるっていう、こういう組み合わせだからこそできるね。で、今フロロの14ポンドライン使ってるんですけど、だから抜き上げとかねパーってできるんだけど、これが軽い、これが細い糸しか使えないってなるとね、ちょっと大変ですが、よっしゃね、こうやってもうノンストップでいきますよ。まあちょっとサイズは小さいけどね、こんな感じです。この流れプラスシミーフォールの連続とか出す見切れないよね、多分このね、サイレントだし変なラトル音とかもそんなしないから、あ、また食った、やばいよね、こんなルアー入れられたら。名前さより釣れちゃうんじゃないのっていう、効率で言ったらね、絶対その生餌をわざわざセットして投げるよりね、こうやってテンポよく打つ方がね楽ちんだから、ほんとラパラ、あ、おっしゃ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 ね、漁師さんの道具もう漁具ですな、こんだけ釣れると。ありがとう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 。はい、引き続きのカウントダウンエリート、どこまで釣れるかチャレンジやってきます。サスペンドプラグでもできないし、もうフローティングで水面で騙せばいいじゃんと思うんだけど、そうするとね結構いろんなルアー入れるんですけど食わないんで、こういう時はね本当シンキングルアーの独壇場で、あと例えば今回はねラパラ使っているけど、ビーフリーズの海用のシンキングにもねなかなかいい色味が多いから、そうっすね、この手のシンキングまで準備してるルアーってね罰用で少ないから、まあこの何でも用のラパラか、あー、ラッキークラフトのねビーフリーズシリーズかね、そんな感じのでやるといいんじゃないですかね。ほんとねカウントダウンエリートね、このあと色展開ねはすごいから、サイズ展開ですね、あと楽しみなのは。これでカウントダウンエリート5とかね出ちゃったりしたらより入れ食いになるだろうし、あとはちょっとサイズでっかいの狙いたいななんていう時は、例えばそうっすね、これの11とかカウントダウンエリート11、今はねほんとルドラとか13センチクラスのミノーが当たり前のようなね感じになってきたから、比較的11センチとかでもみんな違和感なくね投げれちゃうんじゃないかな。まあこれで11センチ台作ったらね本当すんごいね使いやすそう。シーバスなんかだとね未だにCD11 で、絶対ボックスには入れてくんですけどね。まあでもよう釣れるルアーです。はい、カウントダウンエリートでチビバスを釣る回ですね。まあでも中にはでかいのもいると思うんだけどな。
段だとあのホバストで狙ったり、おっしゃ、あーでかかった、ホバストで狙ったりするんだけどね、ただホバストで細糸でね、やるとタモを用意しなきゃいけないとかね、もうちょっとこうそっちの水辺危ないとこまで行かなきゃいけないとか、いろいろ考えるとね、このちょっとゴツめタックルでカウントダウンエリートの投げやすさと、あとシミーフォールの性能と、ね、あとは上げる時のビラビラっていうこの要素を組み合わせて、贅沢言えばね、カラーローテーションなんかしたらもっとおっしゃ効率よく食うんだろうけど、ちょっと今手持ちが一色しか持っていないから、結構シーバスとかだとこう小さいの釣り切った後にねボスクラスが食ったりなんてのがあるんだけど、ここのポイントはどうかな、よくは見えないんだけど、なんかたまに黒い影は見えるから、多分ねバスはまだいると思うんだよね。あれでけえ、でかいね、いたな、よっしゃ、あーそんなにでかくなかった、でもちょっとさっきのよりはサイズアップ、はい、入れ食いですね、カウントダウンエリート持ってた方がいいっす。いやーでね、あいた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 、あいた、針が刺さった。針がゴツめなのと、あと一体ワイヤーだからね、いざでかいのがかかっても安心。じゃあね、こいつも逃がします。